ですか、これ書く。ここに佐藤さんのメッセージ入れてほしい。今ドッキリその後撮影して入れます。あ、そうなんですね。はい、誰かと思った。俺か。赤丸チャンネル来られました、来られました。きっちりですね。時間。今何分ですか？はい、5分前。5分前。はい、お話です。お話。はい。いいですか？はい。じゃ。こんにちは。パープロです。パープロ。はい。ということで。どうしたんですか？なんか。今日はお話です。はい。これまでですね、はい、パワプロ袴田さん頑張ってきました、はい、約5ヶ月間、はい、ね、うん、あの自宅でも必死にやってきて、はい、もうランクが今すごいことになってますよ、ね、はい、自宅でね、自宅で、はい、ここだとうまくいかないんですよね。でもプロ野球もそうなんですけど、はい、本番が全てじゃないですか。まあそうですね、いるんですよプロ野球でも、はい、練習だけすごいやつ、はい、意味ないんですよ。そうですね。しかも見てないから事実かどうかも分かんないですよ。まあ確かに。いやでもたまにツイッターで SS8 出たとかつぶやいてますからね。そうなんですか、はい、でも練習でしょそれ。僕で言うと、はい、いやー今日の練習10打席連続ホームラン打ったわみたいな、はい、試合で1本も打てないと意味ないじゃないですか。まあそうですね、うん、しかもですね、はい、根本さんに、はい、クリスマスまでに彼女作らなきゃいけないって言ってんのに、はい、作れたことほぼないじゃないですか。そうですね、うん、はい、だそこは大事、全然できてないんですよ。はい、そうですね、はい、はい、ということで、はい、協議した結果、はい、皆さんで、はい、来週からプレイヤーチェンジです。え、どういうこと？だから僕です、プレイヤー。あ、そういうこと。はい、密かにやってたんですよ、めっちゃ。 S8 でしょ。 SS8 です。 SS8 でしょ、はい、僕ももう SS7 までやってできてるんですよ。え、嘘でしょ。本当です。本当ですか？はい、僕はクロスビーをやる陰で、はい、パワープロもいつでもできるように、はい、ずっとやり続けてたんですよ、密かに。 SS いくつまでできるんですか？ 7、 7?、うん、だから8でしょ。だからまあまだ勝ってないんですけど、はい、ほぼ同等ですよね。なるほど、はいはい。え、内緒でやってたんですか？だってもうイベント行って卒業するかも分かんなかったから、はい、卒業してもこの企画は行くから、はいはい、その時のために俺もとりあえず袴田さんがいつ卒業してもいいように、はい、俺も仕上げていつでも行けるようにしといた方がいいなっていうところで、はい、聞いて黙ってやってたの、はい、で俺は本番中は静かに見てただけだから。たまになんか変なささやき入れながら入れながら、はい、それはなぜかっていうとやってたから。なるほど、はい、こうした方がいいよっていうちょっと素人目線で。ほうほうほう。だからもう袴田さんが実績残せないから、はい、もうあとちょっとしかないんで、はい、プレイヤーチェンジで袴田チャンネルも募集です。あ、募集、はい、もういきなり募集。はい、はい、わかりました。仕方ないですね。はい。いや、なんか佐藤さんがそんだけやってたって言うんだったら、じゃあなんか見せてくださいって感じです。はい、だからそれで行くんで。はい。でもその撮影をこの前にやってたんですよ。はい、あ、そういうこと？はい、それで SS、はい、SS だ、SS7 ができたっていうのを撮ったの。え、もうできたんですか？そう、撮影したの。来る前に10時から。すごい。いや、私なんか来た瞬間ちゃんとなんか撮影5分前来たのに、いつもそっから雑談40分ぐらいしてるのに、うん、今日なんかいきなりほら撮るよみたいなので、ってなったんですよ。そう、もうだからそれが来週の、はい、パブロ？パブロに出るの。もう、あ、だから SS7 をもう撮っちゃったの、俺は。だから実績出したのね、俺。はい、出しちゃった。だから交代です。はい、わかりました。え、テストもなしで？うん。はい、わかりました。仕方ないですよね。そうですね、なんか趣味はですね。え、何高校でやったんですか？え、何高校で？戦国。あ、戦国。戦国、私も今プロいから。うん、いやもう出しちゃった俺。SS だな。わかりました、はい、わかりました。しかもだって、はい、ピッチャーとキャッチャー全然育てられてないじゃん、9人揃えたけど。え、どういうことですか？9人作ったじゃん、ポジション。はい、ピッチャーとキャッチャー全然いい選手育てられてないじゃん。あ、そうですね、うん、俺ピッチャーで SS7 作ったからね、戦国高校で。でもそれすごいですね、うん、めっちゃバンバンよ、あれ。はい、それなぜかっていうと、はい、家でめっちゃやってたから、はい、やり方わかるわけ、はい、でそれを超高速で、うん、はい、コメントとかも全部スキップして、はい、袴田さん来る前に撮ったの、はい、あ、すごい、すごい。でもそれすごいです。でしょ、ピッチャーで SS7 でしょ、はい、すごい。だからもう来週からチェンジです、プレイヤー。はい、わかりました。別にいいですよ。
若いねって5ヶ月前ですよ、うん、なんかちょっと違うじゃんね肌ツヤほら、これが最初あそうですねすごい、めっちゃちゃんと作ってる、うん、8月朝からスタートです本当だ総集編ですはい懐かしいパワープロ高校本当ですね全然打てなかったのにね、うん、いやでも私結構最後の方ホームラン連発してたじゃないですかうん負けてたねバッティング上手くなったと思いません上手くなった上手くなった上手くなったけど育てれてない、はい、袴田さんのリアクション見て、はい、これリアルにやってるからねはいいや本当です初めてこれプレイしたんですよねそう D そう何気に多かったいや本当木曜日が一番面白いねそういう方もいらっしゃったんですね、うん、ありがとうございますねもさんほらさん言うこと全く聞かないでパープルはあの臨機応変に対応しないといけないんですよそうなの、はい、甲子園ね最初甲子園最終回ね3点とか4点取られて負けたことがあってね負けありましたね、うん、でも最初甲子園すら出られませんでしたよねうんそうあ、言ってたこれだね10万点クリアできなかった卒業のやつあ、でギリギリできたやつですからねそうなかなか呼ばれないからねイベントね、本当ありがたいですね。緊張感あったですか？いや、これやばかったですよ、本当に。本当にすごいもう、これリハーサルで10万点出なかった時やばかったんですから、空気。ギリギリね。そうギリギリで。でもクリアしても空気が悪かったでしょ。そんなことない。あの。出した瞬間はスタッフの皆さんもイエーイってやってくださったのに後からあ、そうかクリアしちゃったんだみたいな空気出すから防御水手選手 D ほら、キャッチャー全然なん、本当ですね、うん、最初里崎智也にしたんですよね、うん、そうハーカー、あーほら、あやおしあ、本当だ、あやお何人作ったんだお、ザッキーガイア D あ、これ下手くそだったもん、ゲームあ、そうですね、このゲームダメだったこれ初めて全国公開やった時だ全国 初全国制のね、うん、円卓かな私たち天才覚醒してもリアクション薄いってめっちゃ言われましたよねそうそう知らなくて最初さんへ撮影の時だけなくプライベートでもやり込んでいて S ランクレベルの選手まで育成できたこと袴田さんの頑張りに驚いております強い選手を育成できることここにいるのに涙出そうになってきたパープロの公式チャンネルも出演したことは佐々木自身もそうですけどもスタッフ含め全員が驚いた素晴らしい成果だと思います。まあ残念ではありますけども、まあ、今回こういう形になってしまいましたけどもこれからも常に気を緩めずに毎週木曜日に袴田チャンネル頑張っていきましょう。今までのことは全部嘘でーす。時を戻そう。今すごい泣いてる。嘘でしょ。え、私のこの涙何今。え、待って。ティッシュ。鼻水出てきた。一応、はいうん作成育成できたんで、はい、総集編を、はい、今日撮影です
総集編の。え、ま、待って待って、じゃあ、SS7 作った今これプレイしてたのは何だったんですか。嘘です。え、佐藤さんも来たばっかですか。いや、僕は10時から来て、はい、この動画撮影の打ち合わせをみんなとしてました、はい、あ、そういうこと。はい。そんな早く来て。はい。だから私なんか1時間遅らされたんですか。そうです。あ、だから全部嘘です。だから今日の動画のコンセプトは始まって5ヶ月間の、まあ、とりあえず全部育成完成したんで、はい、総集編をお送りしようっていうコンセプトです。はい、あ、びっくりした。いや別になんかいいもん、いいよ、もうそのじゃあ家でやるからって思ってましたけど。逆切れ、はい、いや家でもうめっちゃやるしと思って、まあ、もうこうと思ったら、あ、普通に箱村チャンネル継続ってことですか。はい。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。あー、私も涙もろいからすぐ感動して、もうすごい感動したのに。あ、本番ちゃんとやってくださいよ。でもすごくないですか、こうやって本番でちゃんと涙を流せるっていう、この私の、はい、感情の豊かさ。あ、今ので好感度下がった。カット、カット。カットしないし。だから、はいはい、ドッキリ大成功です、はい、ありがとうございます。だからまだね、うん、ピッチャーとキャッチャーがいい選手育ててないんで、はい、今後はピッチャーとキャッチャーの育成に努力してください、はい、ピッチャーキャッチャー、はい、しっかり育成します、はい。